リア、あ確かにヨーロッパ系かな、かなるベリーファーストが有名な感じしない女の人に優しいけどチャラ男ってイメージもあるから、日本人以外はみんなレディーファーストな感じしない、あそっか、わかんないけど日本人、スペイン人、スペイン人、ヨーロッパ人がやっぱかっこいいと思う。背が高くてなんか目の色が綺麗。ヨーロッパ白人逆に白人、フランス、あイギリス、イギリス人か英国紳士なイメージ、ヨーロッパ、スペイン、あスペインやばい、なんか情熱的、そうそうそう、やっぱ家族大切にしそうだから、うん、記念日とかにバラの花くれそう、あ思います、あ思います、思います、思います、日本人よりもすごいなんていうかね、ダンディーな感じするよね、うん、なんか全てにおいてこう エスコートしてくれそう、うん、そういう期待があります。あと愛情表現がそうちゃんとしてくれそう、なんかすごいやっぱり日本人だとこう隠れたところでみたいなのあるけど、外国人だと何でもオープンにみたいな、なんかそういう堂々としたところが多分日本人女性は好きだと思う。少なくとも私たちは、あそうね、私たちはどこの国でもいいや、愛情表現してくれるなら別にどっちでも、うん、ね、そう全然ありだと思った、今日そうだね、みんないい人たちだと思ったね、うん、むしろ外国人がいい、スペイン人か南米の人、スペイン語喋る人なら誰でもいい、なんかスペインラテン系の文化が自分に合ってる、なんか休みの日は家族で集まってみんなでご飯とか音楽流して踊ったりとか、仕事もするけどなんか好きな人との時間を通るとこみたいな、なんか日本の生ぬるい感じで生きてきちゃったんで、外国の文化とかもよくわからないし、なんかなんだろう、日本人がいいです。でも外国人だけどずっと日本で生まれ育ったみたいな人だったら別です、思いますね。それはなぜ、面白そうじゃん、国が違うし、はい一緒です、思う、うん、まあありっちゃあり、うん、やっぱり異文化、異文化、うん、関係ないし、いい人だったら別に日本人でも外国の方でもね、うん、いいと思う、どんな国だと付き合ってくる、あんま関係ないかな、どこの国の人でもいい人はいい人、でもなんか大事にしてくれそうなところ、情熱的な国がいい、ラテン系、やっぱりラテン系、あんまり気にしないかも、黒人とか、うん、黒人でも別に大丈夫、うん、大丈夫、うん、英語はギリギリ喋れるけど、やっぱ言葉はちょっと大変だなと思うし、ラテンの人と付き合って感じたのはお母さんとの関係、なんか外国人の方がマザコン、その家族とどうやって自分がその姑さんと付き合うかっていうのは一番難しい気がする、結婚だってなんか宗教とかもなんかありそうだし、なんかね結婚式一つあげたり、あと死んだとか誰か死んじゃったとかなった時のお葬式とかも違うだろうし、なんかそういうの考えたらもう日本人がいいって思っちゃいます。大変なことはいやないと、なんだろう、なんか表現がなんかだーとかわーとかって通じづらいやっぱ文化が違うこと、あと言葉が違うこと、言葉が通じない、多分どっちかがお互いの
国の言葉ペラペラじゃないとやっていけなそう。どっちに住むとか、そう、日本で経験したことないようなすごい楽しいところとかいっぱい連れてってくれそう。そうそうなイメージ、なんかなんだろう、結構イメージだけど、なんかもうあなたはビューティフォーみたいな、なんだろう、もうあなたは私のお姫様みたいな、なんかそういうこう、なんだろう、うちらを立ててくれる部分がちょっとありそう。まずなんか2つの文化を行き来できる、日本の文化も大事にできるし、相手の文化も尊重して、なんか自分の中になんか2つ人格が生まれるみたいな、ストレート、なんかこうゴニョゴニョ裏でこうコソコソしたりとか、なんかこう言ったらこうだからこう言っとこうとかじゃなくて、思ったことを素直に言ってくれそうなところはすごく素敵だなと思います。いいところはきっと紳士的な感じなんだろうなみたいな、ザ・レディーファースト、引っ張っててくれそうな感じがします、日本人と違って。でもやっぱり違う国だから、いろお互いの国行き来できるのはいいと思う。うん、確かに、なんか子供とかがバイリンガルになりそう、いろんな国の文化知れそう、可愛くなる子供が。じゃあもしなんかこう日本人の彼女を探してるんだったら、代々木公園で毎週フェスやってるんで来てください。声かけたら、